はい、こんにちは。こんにちは。ソロンチャンネルです。今日は、カブリ IPMU の立川雄二さんにお話を伺う機会をいただきました。ありがとうございます。はじめに少し簡単な立川さんの経歴をご紹介したいと思います。立川さんは東大の本郷の方のソリューション研究室で学生時代を過ごされて、そこで学位を取られて、その後、プリンストン高等研究所研究員、IPM 特任助教、東大理学物理の方の准教授、はい、そして現在 IPM の教授でいらっしゃいます、はい、よろしくお願いします。どうもです。はい、早速なんですが、立川さんについていろいろ聞いていきたいんですけども、最初高校時代中学時代あたりのことから聞いていきたいと思うんですけども、はい、立川さん物理とか数学っていうのはもう高校とか中学の頃から結構興味を持って勉強されて、そうだったと思います。はい、教師ってたまに、結構っていうかたまに結構中学、高校時代ではすごいアドバンスなことを勉強されてる方とかいると思うんですけど、立川さんもその高校時代場の量子論とかそういうの勉強されてたんですか？いや、場の量子論なんて全然やってませんが、はい。でその頃は、どういうことを勉強されたんですか？その今の経歴につながる点としましては、当時ですね、高校の先生に勧められて、数学セミナーっていうのを時々読んでまして、はい、でその頃ですね、記憶してるのは四次元のゲージ理論の新展開っていう連載を95年初頭かなに深谷健二さんがしてたことがあって、そこでですね、当時読んでも全然分かんなかったんですけど、今読み返してみるとスピンシー構造とか、ザイバーグウィッテンモノポール方程式とかそういうこと書いてあってですね、でなんかだから物理を使って数学がよく分かるとかいう話を、だからその頃知りましたんで、なんかそっから不思議に何ですかね、巡り巡ってそういう研究することになってますんで、なんかそれの影響は強かったのかなと思います。なるほど。はい、でその後、東大の理科一類に入られて、もうその、物理とか数学とかいろんな新振りであると思うんですけど、物理をもう専攻するっていうのは入った頃から決めてたんですか？その頃は物理にしようか数学にしようかっていうのはすごい悩んでまして、ただそのいろいろ読みかじった結果、場の量子論とか原理論が面白そうだなと思ったのと、あとは今では随分ね、場の量子論とか原理論の数学的取り扱いが進んでるんですけど、当時はまだ全然できてなかったっていうのもありますので、そこまで分かってたかどうか知らないですけど、東大入学したのは98年だと思いますね。ああ、なるほど。まだなんていうか、五百マーバッファとか、そんなんですかね。なんでしょうね、その当時数学科で場の量子論やってるというと川東さんが当時若かったけれども、ちょうど彼が AQFT を始めた頃に相当してて、でエヴァンズ川東っていう教科書が出て、そのちゃんと数学的に最要素感使って物理やるっていう話なんですけど、読んでも全然分かんなかったっていうのと、そこでされてなされている物理、扱われている物理っていうのは物理の方でいうとかなり古いやつなんで、もっと最近の話をしたいかなって思ったの。それは二次、僕ちょっと把握してないんですけど、二次元限定なんですか？二次元限定ですね。それにあとはですね、僕あんまり証明を厳密に書くのに興味がなかったので、あんまり数学科に行ってバリバリ証明するぞっていう気分ではなくて、僕答えが出てればいいので、そういうのもあって、数学じゃなくて物理にしようかな。あとその実験別に僕嫌いじゃなかったんで、好きな方だったから、東大の物理学科って案外実験をみっちりやるので、実験苦手な人はいくら理論物理好きでも耐えられないところなんですけど、僕全然好きだったんで。ちなみに学部1年の教養の実験、物理実験は好きだった？僕も好きでしたよ。だって何ですかね、それまでその本当だって書いてあって信じてるしかなかった、どうでもいいその
何ですか物理の基本的な現象ってあるじゃないですか、はい、あれがちゃんと確かめられるっていうのが分かると、うん、ああこの世本当にこうなってるんだなっていうのを思ったので、うん、案外楽しくやってましたけど、で実験、理学部の物理に行かれてからの実験では3回生と4回生なんですか。ちなみに実験は何をやられたんですか。ですね、物理学科では3年生は一通りだから基本的な実験を全部やるっていうので、うん、ああそういう感じなんですか。なんですか、あのだから抵抗とキャパシタといろいろつないで回路定数がいくつでインピーダンスが何でグラフを書きますとか言って、僕ちゃんとだからあれなんですか、簡単な微分方程式ですけど解いて出るやつとグラフにプロットして、おおちゃんと乗ってるな、世の中ちゃんとできてるなと思ったとかいう感じですか。で4回生はどういう、4回生はあの東大物理学科の仕組みは、はい、夏学期冬学期それぞれあの研究室に所属するっていうので、うん、半期半期で違う研究室、そうですね、うん、で理論はダメで実験実験か実験理論か理論実験ってことになってて、それでその時は僕実験は素粒子実験に行って、何だったっけな、高電圧装置の開発全然役に立たないですけど、まあどうせこその当時そのあのもう冬学期だったから院試終わった後だったと思うんですけど、うん、もう一人あの同じ年に素粒子研に入った坊君と僕とでそこの研究室だったから、うん、お前らどうせ何もやらんだろうって言って、これで高電圧装置でも作っとけって言われて、だから秋葉原にコンデンサー買いに行ってハンダ付けして、で高電圧溜まっちゃったけどこれ放電する方法考えてなかったねどうしようとか言ってまあ困ったりとかですね、あれ捨てちゃったのも伝えなかったなと思いますけど、まあ、うん、それはなんかその高電圧装置実際にその高エネの研究室で使うとかじゃなくて、まあ、なんか試しに作ってみた、試しに、まあだからあんまりそのこういう方法の高電圧装置はないんだけど、まあこれで本当に何ですかシンチレーターにフォトマルつないで、はい、フォトマルを動かせますかまでやってみてねって言われたんだけど、そこまでやったかどうか記憶にないんですけど、なるほど、そんな感じでした。はい、で、もう半期は理論ですか。もう半期は理論なんですけど、それは全夏学期で院試前だったんですけど、はい、どうせ理論なんですか、どうせその院試受けた後に素粒子論にか物性にしようかと思ってたんですけど、はいはい、だからどっちにはなるか分かんなかったけど、まあどっちかは入るだろうと思ってたから、あの、まあ、この際宇宙論でも勉強しようと思って宇宙理論の、で何を勉強されたんですか。その時ですか、はい、その時は何だっけ、あのさ、何ですか、インフレーションとか、はい、だから何ですか、ロバートソン・ウォーカー計量とか、輪行、なるほど、普通に教科書は何を読む、そこに今あると思いますけど、とかに出ていくと、はい、はい、編集点はいくらでもある、面白げな、あると思った、あ、これ突然こうやって現れると、こんなね、こういう、はあ、はあ、オスモロジカル、全然読んだ形跡がないけど、ただね、と最新データがこんなのがあるよとか言って配られてですね、はい、当時の状況、これは4回生の時に読んだ、やったですね、はい、うん、まあ案外面白かったかな。なるほど。で、その大学院ではその本郷の方の素粒子論研究室に、はい、まあ、進まれたということなんですけども、はい、まあその、まあ、いろんな分野物理あると思うんですけど、はい、先ほどちょっと物性に行くかとかいう、はいはい、素粒子論っていうのはいつ頃決めて、まあ、決めてというのか何か。どうなんでしょう。あんまりよく考えてなかったですけどね。うん、それはなんかその素粒子、まあ、いろんな、例えば当時数理化学とかいろんなものを読んで、まあ、数学とのつながりとかそういうのが面白そうだから、素粒子論にしたとか、そういう感じですか。そんな感じですね、うん、なるほど。で、研究室、まあ、素粒子論研究室に進まれて、まあ、指導教官は江口徹さん、そうですね、はい、まず非常に数理物理職の強い方だったと思うんですけども、ね、まあ、修論のテーマは、ネクラソフのインスタントン分配関数、はい、まあ、レクラソフ公式と言われるものだと思うんですけども、それはなんか江口さんからこういうのやってみないかとかそういう感じで言われてたんですか。そうです、だから当時ですね、あのちょうどダイグラフバファリオンというのが流行ってまして、はい
立川さんの最初の論文大学、ね、そうですそうです、でろくでもない論文書いてですね、今読み返してみると自分の学生がこんなの持ってきたら突き返すと思うんですけど、あ、そうなんですか、こんなろくでもないの書くんだと思うんですが、ただまあ当時の江口さんとかは非常に受け入れてくれて、英語ね添削して、うん、投稿したらいいよって言って勧めてくれたのは、あれは偉い人だなと思ってましたけど、まあ、エンカレッジする若い人エンカレッジ、そうですそうです、出しとけ出しとけって感じでしたね。これはいいですね、それでだから最近になってこれまで自分の学生に厳しいこと言い過ぎてるなと意識して思ってるんですが、まあ、それともかくとして当時そのダイグラフバファっていうのはまあその何ですか、修士でも論文書けるようなまあ簡単な話題だったんだけど、まあ深みはなかったんですよね、まあ後から思えば。でそれは江口さん当時から分かってたんだろうと思いますけど、ダイグラフバファの言論部とほぼ同時にネクラソフのインスタントンカウンティングっていう、まあその両方とも超対称ゲージ理論で4次元の話なんですけど、片っぽは n イコール1超対称でもう一個は n イコール2超対称なんですが、その n イコール2の方のネクラソフの話はまあどうも深そうだというので、だから江口さんに僕が修論でお前何するんだって言われて、いやまあダイグラフバファかなんか書こうと思いますって言ったら、それじゃなくてこれのレビューをしなさいって言われたので、あ、じゃあこれのレビューしますって言ってレビューしました。はい、なんか当時から、まあ、僕もあの言論ネクラソフの言論も読んだんですけど、まあ、僕はあのすぐには解読できないっていうか、まあ、デリベーションがむちゃくちゃですよね、あれね。でもなんかその江口さんはこれはもう見てすぐ深いものだっていうか、まあ本質的には合ってると思ったんじゃないですかね、まあね、江口さん確か菅野さんと論文、江口菅野の論文がありますね、なるほど、だから別の方法で調べますみたいなことをやった論文がありましたんで、まあ、関連して学生にやらせとこうと思ったんじゃないですかね、なるほど、ちなみに立川さんはあの論文ってすぐ解読できましたか？ですね、あれは未だに分かんないところがいっぱいあるので、だから主張の結果だけ見て、途中の正当化は別のとこから取ってきたり、自分で別の論法を使ったりしたりしたので、まあ、僕その何ですかね、数学科にしなかったというのもあり似たような理由ですけど、あんまり綿密に最初から一歩一歩読むとか、他の人の論文の行間ちゃんと読むとか苦手なので、スターティングポイントと結論が見て正しそうだったら、まあ、結べばいいかなみたいな感じで、はい、はい、分かりました、やってます、はい、で、まあ、D にそのまま進まれて、そうですね、D では最初って何を研究されてたんですか？その頃はだからネクラソフは1本論文書きましたけど、5次元のチャンスタイムのやつですね。そうそうそう、でただまあなかなかですね、自分で広がりのある話ってできないので、まあ、当時は ADS-CFT で、まあ、同様に N イコール2とか1とか出てきてて、でたまたま佐々木アインシュタイン多様体を使った ADS-CFT とかいうのが出てきていたので、それは非常に面白く、現在進行形で発展を見て、研究に参加したと思います、はい、なるほど。でそれが D 論ですか？それが D 論ですね。あ、だから最近の人はその原理論をやってる人でもあんま知らないかもしれませんけど、当時山崎くんも数年下にいて彼もやってたんですが、ブレインタイリングとか、そのブレインタイリングとかというのは山崎くんなんですけど、僕の時点ではそこまで行っていなくて、あのですね、だから ADSCFT 対応でタイプ 2B からスタートするじゃないですか、はい、これってこんなにテクニカルな話していいんですかね。いや別に基本的に DG 上の人は聞いて面白いような話を使ってやってるんで、あ、じゃあいいんじゃないですか。じゃあ、ADS-CFT ってですね、まあ、昔ながらの ADS-CFT だとちゃんとタイプ 2B とかに埋め込めるやつがあるので、はい、そして ADS-5 と残りの S5、はい、が典型的なやつですけど、S5 以外 のアインシュタイン多様体取ってきてよくて、それでスージーがいくつバウンダリー理論にも残りますかっていうのが、どういうタイプのアインシュタイン多様体かって決まってて、その中で佐々木アインシュタインっていうのは、バウンダリーの理論の超対称性が N イコール1になるっていうやつなんですね。で佐々木アインシュタインで N イコール1だと R シンメトリーっていうのがあるので、その
ジオメトリックには内部空間の U1 作用になるんですけど、うん、それで佐々木アインシュタイン対応体でその U1 作用が閉じるか閉じないかっていう問題がありまして、うん、閉じるやつのことをあのレギュラーとか言って、うん、で閉じないやつのことをイレギュラーって言うんですね。で数学の方ではそのイレギュラーな佐々木アインシュタイン対応体なんてないっていうずっとコンジェクチャーだったんですけども、うん、そのスーパーグラビティ屋さんがあの5次元の佐々木アインシュタイン対応体でイレギュラーなやつをあのメトリックをあたからさまに書くことによって作っちゃったんですね。マルテリさんとかジェローム・ゴーンという人さんとか、ね、そうすると閉じないっていうのはどういうことかっていうと、まあだからそのジオメトリックには U1 3乗ぐらいあるんですけど、うん、それの R 対称性があのイラショナルなリニアコンビネーションになっているので、そっち方向に進んでも全然閉じないんですね、うんうん、そうすると物理的にはというかバウンダリー理論的にはそのあのなんですかスケーリングディメンジョンが、うん、あの無理数、うん、大数的数になるんですけど、でなんかですね二次方程式のとかの解になるのでなんか複雑になるんですね。だからそれをどうやってゲージ理論側で再現するかとかいう方法があって、で当時はだからあのそもそも n イコール 1SCFT でどうやってあの R シンメトリを決定するかという方法が知られてなくて、ちょうどイントリリゲーターとその学生のベヒトさんが A マキシマイゼーションという方法を見つけた直後だったんですね、うんうん、ゲージ理論側でも、うん、でだからゲージ理論側でそれが見つかったのと、そのホログラフィック側で佐々木アインシュタイン多様体のイレギュラーなやつが見つかったというのがとでと同時に出てきて、うんうん、それでだから対応するゲージ理論はどれかとか、はい、非常でどうやったら合うかとか、うん、最初はなんかだからなんでこんなイラショナルなスケーリングディメンジョンが出るのかとか分かってなかったとかですね、うん、ええ、だから、ええ、だからなんとかして合わせようとかいうのが出てきた時に僕頑張ってやろうと思って、うん、間違ってですね、あの僕は間違った議論をして、はい、あのゲージ論側では決してこんなイラショナルなの出ないっていう議論をできたと思ったら、しばらくして論文が出てちゃんとできましたっていうのがあったので、僕の考えは浅はかだったなとか思ったりとか、まあ、いろいろ楽しいことがありました。それが、D2 とか D3 ぐらい D2 ぐらいです。 D2 とですかね。なるほど、楽しかったですけど、ね、その後そのベヒトさんとは協調論文を書いたりとか。プリンストンで、そうですそうです。立川さんはまあ D を取ったと、まあ、プリンストンの高等研究所に行かれて研究されたと思うんですけど、そうそう、そこではまあ一番、まあ、みんな知ってるというか有名な仕事は AGT だと思うんですけども、はいはい、AGT っていうのは、はい、ポスドク何年目ぐらいの時だったんですか。あれはですね、だからそもそもガイオガイオットさんの S デュアリティですか、はい、論文が出たのが僕の3年目が終わらんとする頃、うん、だから次の応募してた頃だったんですよね、うんうん、あそうなんですか。確かそうなんですよ、うん、そうそう、それで、だから応募書類書きながらあのダビデがガイオットさんが、はい、ザイバーグ先生の部屋でなんかすごい面白そうな話をしてるなとかいうのを、僕ちょうどザイバーグ先生の部屋の前の反対側の部屋だったので、なんか面白そうな話してるなと思って聞きに行って教えてもらったりとか、まあそういう時代だったんですね。それがあのクラス S のガイアとか。あ、そうですそうです、ええ、それでいろいろあって、うん、アルダイスさんとガイオットさんが、はい、あのクラス S 理論って、まあ、当時名前ついてなかったですけど、はい、ガイオットさんの導入した新しいクラスの理論でウィルソンループのエクスペクテーションバリューを計算しようと思って彼が始めたんですね、うんうん、でそれにはネクラソフの公式が必要になるんですけど、はい、なんでかっていうとローカリゼーション使ってやるの で、はい、でペストルの方法を使うんですけど、当時ペストルも学生だったんだと思うんですけど、あそこでそうですよね、うん、はい、ペストルの方法を使ってやるんだけど、それで計算するにはどうしてもネクラソフ分配関数を計算する必要があって、うんうん、でたまたまどうやったのか知りませんが、ガイオットさんだかアルダイさんが、ユージお前修論でネクラソフの計算やったことあるだろうって言って言われたので、一緒に手伝ってくれって言われて参加したという感じになってます、うん、いやまあ最初はアルダイガイオットがそうですそうです、ウィルソンループの研究をしていて、まあ、その文脈で、まあそのゲージ論
が、まあ、2次元の CFT のオブジェクト対応するっていうのが分かって、まあ、途中から立川さんが入ったという感じです。だから僕が入った時には単に闇雲に何とかしてループオペレーターの真空期待値計算しようとしてて、はいはい、ニューメリカルにやったりとか意味不明なことをやってたんですけど、積分を具体的にやるのは結構難しいですね。ですよね。まあでもその頃はだからそもそも非積分関数を計算するだけで大変だったんですけど、まあ、今は整理されてるのでできますけど、うん、でだから何やっていいか分からなかったんですが、ある日僕が辺りの運河を自転車で、はい、気分転換に走っていると携帯にビビビってメールが届いて、メールを見るとダビデがワンループファクターはビュービルの DOZ と一緒だってメールが届いて、だから僕はそこで何言っとんじゃと思って、当時僕は全然2次元のことやってなかったので、概要とさんは当時から4次元も2次元もやってたんですけど、だから両方知ってたんですが、僕はそれまで4次元以上のことしかやってなかったので何言ってんのか分かんなかったんですけど、だからそのワンループファクターが DOZZ だとすると、じゃあインスタントの方は何なんだって言って携帯で返事して、うん、でもうしばらく僕サイクリングして、はい、宿舎に戻ったら返事が来ていて、それは何ですか、強形ブロックであるはずだって言われて、はい、その時をその強形ブロックだって言われた時は、まあそうなのかな、何のこっちゃと思いながら、だからでその次の日からその次ぐらいにダビデの部屋に集まって、それで頑張って計算すると、まあ、両側計算するとコンフォーマルブロックの計算とインスタント計算とかバッチリ合うっていうので、あ、これはすごいっていうことに。やっぱりその時は結構なんていうかこう興奮とかいう感じはあったのか。興奮というかですね、いやまあなんでどうなってんだろうなって思いましたけど、当時はダビデはなぜこうなるのか分かってたんだと思いますけど、僕は全く分かってなかった、ね、だから彼が何かこれを計算しろっていうので、はい、計算すると確かに合うっていうので、そんな感じですね。でその後、まあ、AGT 関係の研究を、まあ、メインというかしばらく、数年ずっとそればっかりやってましたね。で立川さん、その僕今回お話を伺うので、まあ、一応論文をこうバッと見てきたんですけど、はい、やっぱりその、まあ、最近は違いますけど超対象場の理論の研究が多い気がするんですけど、最初はそれがメインでしたね、ずっと、まあ、学生時代からそうです。そうやっぱりその当時、まあ、一番それが面白いと思ったからという感じですか。その、まあ、たまたまなんか面白いからやってたんですけれども、それなんかまあ特に超対象場の理論って割とこう数学との相性がいいというか、そうですね、良い数学的な構造が現れると思うんですけど、まあ、それは数学が結構好きだから、まあ、それとつながりがある超対象場の理論をやってたっていう部分はあるんですか。どうなんでしょうね、まあだから話は戻りますが、最初のその、はい、深井さん、深谷さんのに影響されて、はい、超対象ゲージ理論と数学の関係をやろうかなと思ってたんじゃないですかね、はい、でそれで自然にずっとやってたという感じ、まあ、江口さんの影響とかあるんですか。江口さんもなんか、まあ、あの人とかいたらですけど、江口さんも結構数学っぽいことが好きな人なのかなって。そうですけれども、まあ江口さんの影響ってだって修論決めてくれたのは江口さんなので、まあ、その後もあれなんでしたっけ、エリプティックジーナスムーンシャインとかを一緒にやる、ムーンシャインとかも一緒にやりましたし、僕は非常にだから江口さんのお世話になったなと思いますね、でまあその後しばらく超対象場の理論をメインというかで研究を続けられて、まあ、2016年ぐらいからちょっと研究のテーマが変わってきたのかな、まあそんな気もするものの、そうでも個人的にはあんまり変えているつもりはなくて、なんかそれはサイバーグと一点の論文が出てこれが面白そう、 SPT とかそういうのが面白そうだなと、まあそれもありましたけどね、まあだからミーハーな話ですけど、サイバーグと一点がなんかやり始めたとか言うんだったら、まあちょっと僕もやってみようかなと思って、ね、いろいろ共同研究者を、はい、と
やりつつやってみ、はいはい、やってたんですけど、はい、ただ僕あのマリは大昔から好きだったんですよね。あ、そうチャン・サイモンズとか、はははだってそのネクラソフの分配関数計算のレビューをして、その時にちょっとだけ拡張した論文書いたんですけども、それも5次元でチャン・サイモンズ項が入った場合にどういう風にネクラソフの公式に影響出るかとかいう話で、それは結局アノーマリーポリノミアルとチャン・サイモンズ項の関係がどうなってるかとかいう話なので、あんまり変わってないと思いますし、あとそのまあそのここ5年ぐらいですか、5、6年のそのトポロジカルの話に行く直前にやってたのは6次元の超対称ゲージ論とかやるんですけど、あれってひたすらアノマリポリノミアルを計算してという話だったので、だからそれほど大きくは研究のテーマが変わってって印象は自分の中で、僕は単にだからアノマリは昔々からすっごい好きだったんですよね。なるほど。でだからそれまでは連続対称性のアノーマリーしか僕分かってなかったんですけど、はい、あの離散対称性も含む形でアノーマリーっていうのが何かっていうのは、フォーミュレーションが分かったっていうのは僕個人的には非常に進歩だったなと思っていて、なるほど。それでそれずっとやってるんですけど、でその新しい研究を始めるときに、はいはい、まあ、どういうふうに研究テーマっていうのを選ばれてますか？僕はですね、あんまり研究テーマを選んでなくて、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、僕のホームページに行くと、はい、あの論文の書いた経緯っていうのがありますが、 ありますが、あれをまあ自分で見返してみてもものすごい行き当たりばったりに、はい、たまたま巡り合った人に言われた話を考えていまして、だから自分から選んでいるとかポリシーがあるというよりは、いろんな、時に聞いた話で、たまたまその自分の趣味に合ってるような話があれば考えているみたいな感じかなと思います。まあなんかそのいろいろホットトピックスがあったと思うんですけど、例えば機械学習とか、はい、量子情報とか、はい、そういうのは、まあ、立川さんやらなかったと思うんですけど、興味がないわけではない、僕新しいもの好きだしずっとやりたいと思っていて、だから全然そういうことはやってないですけど、最近だから何ですか、テンソルネットワーク使ってそのシミュレーションするっていうのは、最近いろんな人とで論文書いたハーゲラップ対称性を持つ CFT の、ニューメリカルな何ですか研究とかいう時にはクラスターで数ヶ月走らせたりとか、とかあとはですね、そのためにその最近ジュリアとか流行ってるので、流行ってますね、でだからジュリアもそれで使ってみたりとか、使ってらっしゃるんですね、だから僕無限に時間があればですね、機械学習もやってみたいし、何ですか量子コンピューターも、あだからその、東大って量子コンピューター頑張って教えましょうとかいうプログラムやってて、まあ、東大川崎でなんか、ああそうそう、あだからですね、その非常に初期にですね、東大の教員で好きな人に、興味ある人はみんな、実機のアクセス権あげますよっていうのがあったので、僕それも応募したりとかはして、でも一度も使う時間がなかったんですけど、まあ、お忙しい。まあ、主にですね、子供がいるので、その、プライオリティとしてできないというのでやってないですね。だから、ポスドクのままだったら、でさらに子供結婚してなくて子供がいなかったらやってたとは思いますね、まあその頃は独身時代研究員時代っていうのはかなりの時間を研究に割いてたんですか？まあそうだと思いますね、僕がもう知り合ったのは多分ご結婚されてからかなっていう印象なんで、はい、なるほど。そう、まあ、他にはなんか最近のトピックス、まあ、ずっと結構前ですけどからですけど、 JT グラビティとか SYK とかはあまり興味はない。いやいや、だから僕何でも興味はあるんですけど、その時間の問題があって、まあ、研究に割ける時間でできるのは今の自分のやってる一つだけなので、まあ、ギリギリその何ですか、トポロジカル物性にならぬトポロジカル素粒子論みたいなところはやってる感じ。なるほど。
時間があればまあしたいんですけども、うん、なかなかそうもいかない、